民党線の検問所民間人出入統制区域は、朝鮮半島の軍事境界線に沿って、設定されている非武装地帯の南方限界線以南、およそ5から10キロメートルに設定されている民間人の立ち入りを規制している干渉地帯である。民間人統制区域とも呼ばれる。民間人出入統制区域と一般区域との境界は、民間人出入統制線と呼ばれ、 民間人統制戦民党戦と略称される。民間人出入統制戦は、朝鮮戦争休戦後の1954年2月に、軍事境界線付近の保安のため、アメリカ陸軍が境界線付近の住民が帰ってくることを規制する、機能戦を確定したことに始まる。その後、この地域の警備を引き継いだ、韓国軍により、軍作戦や警備に支障のない範囲で、 居住の伴う営農が許可され、1958年6月に民間人出入統制線と解消した。この規制線は有志鉄線を張り巡らせたりするなどして、一般の交通を物理的に規制しており、決められた検問所以外からの出入りは禁止されている。このため、この事情をよく知らない観光客は目の前の鉄条網を見て、反対側はすぐに 北側地域ではないかとご認識することがしばしばある。実際には観光客が南側から北側地域に近づけるエリアは非常に限られており、通常は非武装中立地帯と民間人出入統制区域の二重の干渉地帯によって距離があることから肉眼で見えないばかりか近づくこともできない。ただし、共同警備区域などの特殊地域、 南北が直接面している河川や海上、特別に許可された場合のみ通行できる鉄道や道路からは実際の南北の境界線を望むことも可能である。この区域は韓国側が自主的に設けている地域であり、非武装中立地帯の外側、つまり非武装である必要がないため、韓国陸軍部隊が駐屯し多くの軍事施設が設置されており、 特に地雷が多く埋設されている。また、大城堂等、朝鮮戦争休戦前から土地があるなどの理由で、特別に居住している住民も存在する。1980年代から、主に大役軍人らが開墾を始めて入植した、トンゲン兵のような場所もある。民党戦を越えて区域に入る場合、多くは限られたルートのみであり、入域には検問所での手続きが必要である。 区域内に居住している住民、軍人などの関係者以外は、厳格に指定された観光用ルートのみ、事前手続きをもって入域することが可能である。当該区域内では、軍事作戦及び警備に、支障のない範囲で、民間人の営農のための土地利用が許可されるが、工作権を除く土地所有権の行使、地域内の出入りや行動など、国民の自由と基本権が、 国家安全保障上の必要性のため制限されている代わりに、区域内の住民には、納税、兵役の義務が免除されている。カンボンドの鉄原軍、河川軍、陽光軍、林暇軍、高城軍と、軽軌道のさざなみ川軍、八州市、金保市、陰町広域市の高架軍など、一広域市、二道、九市、軍、24U、面。 213里にわたっている。これまで4度にわたって北へ向かって縮小しており、近年もさらなる縮小が検討されている。AB、連合ニュース。2017年4月18日閲覧。軍事研究2007年3月号。韓国の戦時即応体制。ありがとうございます。